たい試合になりそうですね。チームは開幕戦に敗北し、今シーズンは出だしからつまずいてしまいましたね。勝負の世界ですからこういうシーズンもありますし、今はまだそこまで心配する必要はないでしょう。今日の試合にしっかり勝利して、このチームが戦えるところを見せてほしいですね。このスルーパスはキーパーに渡った。江藤、プレーは止めません。主審が流していますね。ここはうまくボールを取りました。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。ここはフリーキックです。警告はありません。ボールはラインを割りました。ゴールキックです。エツリュ、狙える位置です。これは見事なインターセプト。サイドが空いていますね。ゴールキックになりました。これはもったいない。江藤、サイドに展開します。ゴールに向かっています。1点リードにできるか。タックルでしのいだ。綺麗にパスがつながります。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。相手に渡ります。サイドのスペースを使います。ピンチを出します。タッチラインを割りスローインです。サイドへパスを出します。クロスを狙ってきますか。マーカーをかわします。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。江藤、エツリュ、これは見事に奪いました。ぶつかり合っています。江藤、ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。いいボールを送りたい。エツリュ、仕掛けてくるのか。パスが通りません。ミッドフィールドでボールを奪いました。エツリュ、インターセプトでチームを救いました。ディフェンダーがうまく読んでいました。何をしてくるのか。クロスを生かせませんでした。エツリュ、ボールを失った。何かしてきそうですが、狙ってきた。このボールはゴールキーパーが止めました。スミス、エツリュ、いい形でゴール前まで持ってきました。ブロックしました。このボールはタッチを割ります。スローインです。
スローインのミスですね。そのまま相手に渡しました。ここは縦をつくでしょうか。ファーポストにいいクロス。オフサイドラインを越えてしまっていました。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。ここでインターセプト。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。ここはクロスのチャンス。このシュートはどうだ。強烈なシュートでしたが、ボールはポストの外側へ。惜しかったですね。あと少し内側なら入っていたでしょう。サノゴ。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。サイドから攻撃でしょうか。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。ゴール前、期待も高まります。クロスがゴール前。ここはしっかりクリアしました。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。狙える位置です。このクロスはキーパーが弾き返す。このパスは読んでいました。笛が吹かれました。オフサイドです。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、後半のキックオフです。これはゴールキックになります。両チームとも今のところ様子を伺っているようですね。ポゼッションも互角です。そろそろリスクを取ってもいいんじゃないでしょうか。このパスは通らない。このパスはカットされました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。スローインです。これはスローインに失敗。ボールが相手に渡りました。ライン際での攻防でしたがスローインになります。いいカットです。ボールを奪いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいクロスだ。キーパーに近すぎました。簡単にはボールを失いません。これは相手にパスしてしまいました。ジェイミー・スミス。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。ゴールキックから再開です。
コルナサイドのスペースを使います。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。ボールはラインを割りました。コーナーキックですね。ここはクリアされました。サノゴ、エトしっかり見えています。ゴールだ。先制点だ。決まった。後半になってようやく試合が動き始めました。ボールをサイドへ展開します。華麗な個人技。ディフェンスはたまりませんね。コーナーキックで続きます。ここはアーリークロス。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。何を狙うのか。ナイスキーパー。ゴールを割らせません。コーナーから中へ。ヘディングは枠に行きません。ディフェンスがいたので自由にさせてもらえませんでしたね。データを見ればチャンスを生み出せていないことが分かります。勝利の期待に応えるためにも、もう少し積極的に攻めるべきですね。ここでボールロスト。見事な連携でボールを動かします。インターセプトでチームを救いました。ドリブルで果敢に攻め込みます。コルナ、ファーポストにクロスが上がった。少し飛び出しが早すぎました。エツリュ、気は抜けない展開です。ドローで良しと思うのか、勝利を取りに行くのか、ベンチの選択が問われます。最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。エトー、ディフェンスが奪い返します。このシュートはスピードがありません。押し込んだ位置でのスローインになります。スローイン、うまく読んでいましたね。ここはサイドを変えてきました。パスをカットされました。サイドが空いています。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。うまくクリアしましたが、味方につながりません。相手に当たりピッチの外へ。スローインです。パスが通りません。ボールをクリアしました。コルナ、
これが最後のチャンスかもしれません。ゴールに結びつければ1点リードですが、戻します。クロスを狙ってくるか。見事なブロック。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。決めに来た。しっかりとブロック。ドリブルで敵陣へ持ち込む。両チームとも互角の戦いです。試合は延長戦に入ります。